トヨタ自動車が今日開いた株主総会で、佐藤恒治社長など10人の取締役選任が承認されました。豊田章男会長の選任には、一部の海外投資家が反対していましたが、会社提案通り承認されました。また、ヨーロッパの運用会社3社が出した脱炭素に関する株主提案は否決されました。